I didn't even realize I didn't have my video recording, nor did I have my mic on. Great. But basically, Sena is getting stalked by somebody who brought up a bunch of information about her, and she feels like she's being watched. So basically, yeah, she's being stalked. I wonder if she realizes this is considered cheating. Exactly what it is. I wonder if this is that dude from that Gunslinger Online game. I mean, for those of us who watch the anime. Uh-huh. So now that that's over with. Right. Oh great, what the fuck, Asuna, Elizabeth, what the hell? Look at all these cutscenes. Asuna got problems, he has got problems. Sena getting stalked by some guy she knows in real life. So yeah, This is really what SAO is all about. Asuna、Kirito。あ、キズメル。再び二人に会えて嬉しい。ちょうど見回りを終えたところだったんだ。キズメル、例の宝珠のことなんだ。いや、特に手がかりはつかめていない。それなら一緒に宝珠を探さない？諦めずに探せば絶対に見つかるさ。そうだな。ではよろしく頼む。魔獣の体が光っている。あの、こっちへ来るわ。二人とも準備はいいか？キズ、そっちだ。ああ、ね。だいぶ体力を減らせた。なんだ、突然。私もだ。キズメル、どうして私？この森の問題は、本来なら我らダークエルフ族が人族である二人を傷つけるわけには。そんな、お願いだからキズメルに。俺も一度身を挺して助けてもらったんだ。すまなかった。本当のことを言うと、単純にそなた。キズメル。前にキズメルが俺をかばってくれたのは、おそらくクエストの流れに組み込まれるけど、今回はきっとキズメルがアスナのこと礼には及ばない。二人が無事ならそれでいい。私もそなたらから思われていることを自覚する。うん、ところでさっきの魔獣体、それならこいつを見てくれよ。倒した時にドロップ。これで2個目だね。精霊の魂だった。ああ、次はこれを戻す祭壇を探さないとな。大丈夫。諦めなければ見つかる。I hope this leads to something incredible, because I don't want to be doing these all these fucking cutscenes for nothing. あった。祭壇ってこれよね。形が前に見たものと同じ。ああ、それじゃあ。剣士たちよ、私を。だが精霊一人一人の力は今の侵食された森に対、私の力をそなた。青き精霊の精霊たちの力を一つにして、何としても足。これで戻さなきゃいけない宝珠は。では今日はここで切り上げよう。日が落ちた森は二人とも良ければ。ああ、お言葉に甘えちゃうね。They go back to this.Great. Cutscenes on cutscenes, man.気に入ったのならいつでも入りに来ればいい。あ、そうだ、アスナ。よければ私と共に弱みしないか？うん、もちろんいいわよ。では参ろう。アスナにも背中を流してもらうとしようか。私。あっ、それじゃあ俺外で見張りした。美しいな、人族の娘の肌は。ああ、そんなにつつかない。キズメルこそすごく綺麗だよ。そうか、他者と比べたことがないもの。ほら、こんなにくすぐったい。もう少し声を小さくしないと会話が丸聞こえるんですが。ねえ、背中を流してあげるよ。すまないな。There's a lot of things wrong with... Ah, well, just look at that.大丈夫。ちょうど思い出以前はこうして妹に背中を流してもらっていて、今妹さん今は故郷で薬師になるための勉強をしている。そうなんだ。キズメルみたいな人がお姉さんだった。優しくて強くてみんなやめてくれThat was borderline porn.リラックスできたよ。いい湯だったな。いや、それより腹が減っちゃった。では食堂に向かおう。キズメル様、どうした？実は森の祭壇からこやつが白状したのです。自分がやったと。何？なんと詫びればよいのか。私はあの祭壇にあった宝珠を盗み、ここに出入りする商人。全ては出来心でした。どうぞお許しを。お前が最近こやつの羽振りがよく、それなのに思い詰めた様子を見、まさか宝珠を持ち去っていたと。申し訳ありませんでした。処分は拠点に戻り次第下されるだろう。今はお前の職務を果たせ。キズメル様、申し訳ございません。起きてしまったことは仕方がない。キズメル、食事。キズメル、大丈夫かな。食事もあまり進んでなかったし。キズメルだ。よ、キリト、散歩か。外の空気でも吸おうと思ってさ。それにしても綺麗お世辞を。お世辞なんかじゃない。そういえば初めて出会った時からそなたらは私の名前を呼んでいたな。私はあの時名乗ってはいなかったはずだが実は俺たちはキズメルのことを知っていたんだ。知っていた？勘違いしないでほしいんだけど、キズメルがどこの誰で、なぜ。誰か見回りの兵士にでも名前を聞いたということか。まあけど、How much this was going to deal with? 私たちを助けてくれる理由。まあ、そう。今でこそ私もそなたらを信頼。しかしそなたらは。それは簡単に言っちゃうと、俺とは私が好き？あ、それはぐらかされたみたいだが言っておくけどわかるさ。お前ずいぶん長く。あ、over here。Asuna、何してるんだ？ああ、キリト君、この先で待ち合わせなんだ。へえ、本当？ゆいちゃんき、俺もできるだけ多く。うん、じゃあ行こう。あ、great。ちゃん寝ちゃったね。疲れちゃったの。リアルの子供のようにはしゃいで疲れた。俺たちと出かけたことを鮮明に記憶しようといつも以上に頭を。それってつまり家族です。あくまで。でもそうなら私もママ誰かさんにそっくりな寝言だ。だってしょうがないだろ。アスナ、ユイも夢を見るほどにアスナのクッキーが好きなんだよ。そういうことにしておいてあげる。にしても I wonder if it's ever going to kick into their conscience that they're talking about that they have a virtual daughter. Like, this is kind of weird. Oh, さすがに当番をすっぽかすのは。もうキリトくん。レアモンスターのメタルバーがいい。ほんとか。騙したな。だって君寝ちゃいそうだったんだもん。じゃあ一旦ログアウトして晩ご飯を作ってくるかな。それがいいよ。その間に私がゆいちゃんを見て。それにしてもほんと気まあ、なんだか今度は。ここでアスナが寝ちゃったら寝ているゆいが一人。まった。え、やだ。起きたかな。覗いたわね。覗いてないって。焦らせようとしただけなのに。ほんと誓って。じゃあ信じるけど、いくら君でも見られたら恥ずかしいんだから。それにしてもユイの寝顔を見ているとホッとするのかな。私がここに残ったとしても、ここはユイちゃんが起きるまで2人で見守るのが一番かも。ちょっとね。じゃあなんか二人で会話をしていれば眠気。アスナ寝て。え？じゃあ今度寝ちゃったら罰ゲーム。罰ゲーム？そうだな。Before we can even finish. 寝てない？寝てないって考えてるだけだよ。罰ゲーム。なあ、そうか。もう適当。ケーキね。よし、ケーキはいただいた。キリトくん、食の腹が減れば眠。ねえ、睡眠欲。俺はどちらかといえば。嘘。アスナだって。それはゆい。あれだね。2人とも起きてくる。2人ともほんと。あと少しで自動ログアウトしてしまう。危なかったのね。ありがとう。どういたしましてです。結局2人とも寝ちゃったから。なあ、そうだな。罰ゲーム。起きていた人が寝ちゃった人からケーキをおごってもらう。なるほど。それではですね、起きてた人がケーキをごちそうになれるんじゃないんですか。確かに。それにユイのおかげで俺は食事当番。よし、それじゃあひとまず食事当番を。はーい、また3人でお出かけで。Okay, finally, yes, she is over.